皆様、明けまして、おめでとうございます。というわけで年が明けましたが、皆さんはどうお過ごしですか？まだ初笑いしてない方はこの動画でぜひ笑ってください。また、今回は3本の動画を出していますので、エフレメイをやった生声実況と、漫才をした動画を出しております。去年もいろいろありましたね。生声作ったり、歌ってみた出したりコラボしたりとか、実況界のハンターハンターとか呼ばれたり、やめろ。そんなことより、今回は少し特殊な実況をさせていただきます。実況というのがまず特殊なのにな。まあ今回は本当に特殊です。なんか、ルールがわからないゲームをするって言われたんですけど何するんすかね。和風のゲームと聞きましたけどね。まあそろそろ始めますか。え、何これ？よく見るやつだけど。将棋？あなたはバカなのですか？どう見ても将棋盤ではないでしょ。本当に何これ？なんだ対戦相手自分って、自分と戦うゲームなの？なんだ自分と戦うって、闇リンク的なあれか。やめろ、水の神殿はトラウマだ。てか、これって、イボじゃねえか。いきなり先手ですか。いきなり真ん中に置くのかこれって。そんなもん知らんよ。私全然やったことないし。私も、イボサッカーぐらいしかしてないからね。イボサッカー？おい、その競技絶対にイボより難しいだろ。まあそんな話はさておき、囲碁漫画といえば、3月のライオン。将棋です。8番ダイバー。それも将棋です。デスノート。惜しい、作者一緒ですね。進撃の巨人。カルノゴでした。何これ、進展全くないんだけど。本当にルール知らないからこうなっている。こんなにポツポツなるものなのかこれ。大丈夫です。まだまだ序盤です。まあ本当に初めてだから解説できない。本当に動きがない。まあほら、どんなバトルでも最初は動かないもんですよ。少林サッカーとかね、フリースロー一撃じゃないですか。いいからドーピングだ。僕は影だ。なんでバスケ漫画ネタを連呼したんですか。まあ一つは本当には言ってないけど。え、何これ、白い十字ができたんだけど。この問題じゃねえよ。なんで黒が一個消えたんだよ。ダメだ意味不明すぎて口からメラゾーマ出そうじゃん。意味わからんわ。どういう状況だよ。はい、というわけでここまで進展しました。一目ではわからんわ。お。なんか知らんけど白消した。本当に意味がわからなくなってきた。怖い、言う夢を見た。僕に任せなよ。醜い白黒爆ですね、わかります。僕は影だ。なんでまた黒子出したんですか。ジャッジメントですの。その黒子じゃないです。黒子たんはは。お前は出てくんじゃねえよ。ご本、さて続き行きましょうか。と言っていましたが、少し進展したとこまでカットでございます。一応、白が群がっているところを枠塗りしてみました。小学生の塗り絵かよ。まあどう進んでいいのかわからないですからね。それにさっきなんか囲ったら消えた感じだったし。お、これってもしかして私正解のパターン？まあまだ全く何も起きてないですけど一番正解に近いんじゃないですかね。さすが英気さんですね。どこぞのロリ化け傘とは大違いです。誰がロリ化け傘よ。まあでもさすがって感じかしら。ありがとう。そしてありがとう。もう私迷わない。絶対に初めてやったゲームで勝ってみせるんだ。ついに、ここに来てみんなの心が一つになったとても感動する場面が来たので。何やってんだあのクソロリエンマ。さっきと真逆のこと言ってね。芸能だなほんと。なんで同じとこに売ってんだしかも。だって初めてやるしその、どうしていいのかわからなくて。てめえサンズの川でバタフライさせるぞ。俺はフリーしか泳がないんだ。じゃねえよ。あなたは上司に対してなんて言葉遣いを。はいはい、そこ喧嘩しない。そして何事もないかのように倍速を使っていくスタイル。さすがに某マイクラ実況と違ってカットできるからね。ほんとですよ。あれ今のところノーカットですからね。まあ見てない方はぜひ、シエルのチャンネルの方で人類ドット化計画を見てください。宣伝オッツ。てか今の段階でどう見ても白の方が多いですよね。いや、わからないわ。あの上の方の塊で結構数は稼げているはずよ。てかなんであそこに、年末に掃除されなかった埃のように固まってるのよ。でもなんかそろそろルンバに制圧されそうですけどね。あんたらの例えの悪さは最強か。てかあの埃以外の黒がどんどんと消されていってるんだけど。それはてめえの腕次第だろうがロリエンマが。あなたいい加減にしないと黒ですよ。今、黒を操作してるじゃないですか。人狼で言う？人狼側を操作しています。そうですね。みんな白黒ネタちゃんと用意してますね。用意されてると言われるとなんか恥ずかしいわね。あんたいつも白黒言ってるじゃない。てか、あの埃以外が本当に制圧されてきたんだけど。売っては取られ売っては取られで本当に溜まったもんじゃないですよ。ほんと、
ペーパーマンの個人サバイバルみたいになってるわね。主が最近やってるけど、いつもギャーギャー言ってるんだけど。最近本当にうるさくて親にすごい心配されたんだからな。生声実況してる時も妹に寂しそうな目をされましたしね。てか、なんで白いのがボラギノールみたいなの作ってんの？そして安定の小学生の塗り絵。なんだよボラギノールの塗り絵って、案外綺麗にまみれてますね。てかさ、これってそろそろ。もしかして、もしかして。ボラギノール、フライングゲット。何年前なのよフライングゲット。そういえば今年クソみたいに長いタイトルの曲出してましたよね。それ以上言うとこの動画のライフがゼロになるからやめなさい。なんでボラギノールを完全制覇しようとしてんの？私は中にさっと塗ったわ。どういう状況だよ。お前の中身どうやって塗ったくったんだよ。それ以上言ったらなんか色々と引っかかりそうだからやめなさい。てか本当に制覇してどうするんですか？でもこれで少し黒が増えてきていると思いますよ。増えて見えるけど実はそうでもないパターンだよこれ。51対60という接戦だけどね。何ですかねこのコンピューター。なんで初心者に接戦なんだよ。コンピューターにだってジャコがいるだろうが。ぷよぷよのドラコケンタロスとかな。あいつは本当にジャコだよな。なんであんなに弱いんだろうな。やめてください。最近動画に関係ないキャラをかなりディスってる気がするんで。そして、たくさんの塗り絵だのなんだのを繰り返した結果、黒一色攻めだコンチクショー。何やってんだボケが。でもこれって案外いけてないかい？すごいですね。西軍と東軍みたいな感じになってますね。でもこの状況だったら絶対黒側負けそうだけどね。おー、館様ー。この勢いでどんどん行こうぜ。そんな言ってるけどね、最初のうち強かったはずなのにいつの間にか弱くなった現象がありますからね。はるかのブイゼルだとかね。あと、なんでサトシのピカチュウは別地方に行った瞬間弱くなるんだろうね。地方ロケに来た芸能人と一緒で最初はやる気を出さないだけだよ多分。あなた芸能人にどんな悪い印象持ってるんですか？知ってるかい？実はこれ勝ててないのだよ。え、マジかよびっくりだわ。でもまあ初心者でここまで頑張れたら素晴らしいですよほんと。まあ確かに、子供の時の主人公がパパス殺される前にデマを倒すみたいな感じですからね。それ考えたらすげえなほんと。確かにな、まあもしかしたらめっちゃ育てたらデマ倒せるかもしれないですやん。むしろそれをやってる動画を見てみたいわ。てか、白側も小学生の塗り絵みたいなことしだしましたけど。てか今更だけどなんか格取ってるんですけど。いや、なんか角取ったら勝てるかなと思って。それリバーシですね。しかも角取られてるし。まるでダメなおバカという称号を与えましょう。しかも操作ミスしてるとか。本当に上が密集しすぎて気持ち悪いことになってますけどね。そしていつの間にか上が占領できてるという。ほんとびっくりだよ。そしてまた消えた白色のところを黒で埋めるスタイル。カンナムスタイル。去年流行りましたね。今年はどんな面白い曲が流行るのでしょうかね。さあ知りませんが最近主が歌ネタをすごい使ってるんですけどね。まああまり受けてないですけどね。来たー、我が輪を制覇ー。したところで何もないですけどね。でもそろそろ決着つくんじゃね？え、なんでそんなことがわかるんだ？だって、動画の尺的に、いきなりめたいこと言いますね。そして、塗り絵された白のところをまた深塗りだぜ。お、これそろそろ勝てんじゃねー？だって結構戦略してるよ。生存戦略ー。ピングドラム懐かしいですね。進撃の囲碁。全然怖くなさそうですね。サシャタンとハンジさんは俺の嫁。お前は黙ってろ。今回でしゃばりすぎでしょあいつ。でもあんた最近本当にオモと仲良くしてますよね。その、別に仲良くしてないですよ。個人実況にもお呼ばれしたりだとか良かったですね。動画の最後あたりでいきなりの喧嘩勃発。私が二重の極みで両方沈めてやろう。あなた囲碁サッカーできたり二重の極み打てたりすごいですねほんと。てか、結構埋め尽くされてきたわね。え、は、え、ちょっと待ってどういうことこれ。マジか、いきなりこんなエグい状況になってしまったの。ちょっと待てよこれ、これってもしかしてその。こんな終わり方で本当に申し訳ございません。